本田圭佑、成田悠輔、ここでしか見られない夢の共演がついに実現。今回出資を求めて挑む起業家は、表現の分配革命を起こし21世紀のルネサンスを振り起こす、目指すは打倒インスタグラム、アーティクス代表中辻新太。友人の好きないろいろなジャンルの作品を知ることができるので、新しい世界に出会うことができます。幼少期の大半をインターナショナルスクールで過ごし、現在早稲田大学に通う学生起業家。ビジネスを学ぶ傍ら、イタリアで行われた世界合唱大会では歴代最高得点で優勝。2023年本田圭佑による学生投資家プロジェクト圭佑マフィアのメンバーにも選ばれるが、でもまずはということは、やはりご自身としてはこう起業家としての思いが強い。そうですね、やっぱ会社でやっていきたいです。クールな佇まいとは裏腹に、内に秘めたる野望は壮大。どうせならなんかめちゃめちゃ人類にすごい影響を及ぼした世界を見てから死にたいじゃないですか。そんな彼の前に立ちはだかるは、インスタじゃダメなんですか、TikTok じゃダメなんですか。それ結構よく言われるんですが、ビジネスとして成立させていくのかってことの方が大きな問題のような気がしたんですね。でも最適分配されれば市場規模は上がらないですか。巨大すぎる壁を乗り越えられるか。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス。プレゼンテーションにこの後お参りますけども、3分になります。3分きっちりということで、途中だとしても強制終了となってしまいますので、時間厳守でよろしくお願いします。では早速参りましょうか。それではピッチをお願いします。プレゼンテーション、はい。表現の分配革命を起こし21世紀のルネサンスを振り起こす、アーティクス代表の中辻です。僕自身ずっと音楽が大好きで世界中で歌ってきました。まあ、その中で社会がこんなに物質的に発展したのに、いまだにほとんどの人が好きなもので生きていけないっていう社会の構造に対してすごい強い疑問を抱いてきました。やっぱり既存のコンテンツ業界っていうのは、いまだにランキングやトレンドなどの、まあ、価値観が全く違う人たちのすごい広い募集団の中で非効率的な分配が行われているなと感じました。で、実際に世界中でヒアリングを行ってきても、特に僕らの世代ってそういったかつての大衆向けの作品が刺さりづらくなっていて、好きなものを深掘る上ですごい強い課題感を感じている人が多かったです。だからこそ私たちは価値観が似ているコミュニティ内でもっと作品を共有できるような、そういったコンテンツ特化の SNS が必要だなというふうに感じて、アーティクスを開発しました。でもアーティクスを使えば、友人の好きないろいろなジャンルの作品を知ることができるので、新しい世界に出会うことができます。また自分の好きな作品を追加すればするほど、自分と同じものが好きな人やアーティストに出会うことができて、その人たちが他にどんな作品が好きなのか、どうやってその作品を知ったのか、その作者は誰に影響を受けたのかみたいな形で、作品の文脈をたどっていくことで好きを深掘ることができます。また気に入った作品はアーティクスボードにどんどん溜まっていって、それは自分の世界観や感性を一目で表すような、まさに自分美術館となっていきます。開発したベータ版アプリは主に海外で高いコンバージョンレートを記録しており、来月頭に公開ローンチ予定です。このコンテンツ特化の SNS っていうのは、かつてからのクリエイティブ業界の夢でしたが、多くの大企業が失敗してきました。そもそもすでに多くのユーザーを抱える大企業の大人たちが、心理的安全性が大切な若者向けのオンラインコミュニティを作るのは非常に難しいです。しかしこの数年、ようやくデジタルコンテンツの API が普及してきたことによって、コンテンツを持たないスタートアップがこの領域に参入できるようになりました。ということで、僕らは絶対この領域で数年以内にデカコーンが生まれてくると考えており、僕らがコンテンツ大国の日本からその企業を生み出したいなと考えております。僕らのチームは海外育ちの若者で、皆マイノリティとしてアウェイの環境で生き抜いた経験があります。また僕たちは数々のユニコーン企業を生み出してきた IPOS 世界一のアクセラレーターであるテックスターズにも採択されていて、デイワンから世界を目指すことによって5年以内にユーザー数でインスタグラムを超えられると確信しております。そして長期的には、東洋的価値観を軸に新たな文化的指標を生み出して、確実に来たる21世紀のルネサンスに貢献しようということでやっております。で、出資希望額に関しては50万ドルを希望いたします。ありがとうございました。
中辻さんありがとうございました。見事時間内に、ね、ピッチを終えていただきましたけども、本田さんこの後、まあ、ファーストジャッジですけども、今あのビジネスモデル拝見ご覧になっていかがでしょうか。あのもう少しいろいろ話聞きたいですね。その大企業がこれまでチャレンジしてきて失敗してきた文脈、いやそれでも相当やっぱ難しかったからだと思うんで、まあ、そこをどう乗り越えようとされているのか、あのぜひ聞いてみたいですね。では中辻さんへのエンジェルスたちのファーストジャッジは、ファーストジャッジ、まずはプレゼンの良し悪しを判定するファーストジャッジ。本田圭佑以外の投資家がホワイト、ブラックの2色から判定を行い、万が一全員ブラックの場合はディスカッションを続けるかを本田圭佑がジャッジするというルール。カードをお上げください。どうぞ。あやたろうさんホワイト、成田さんもホワイトです。事前の練習通りって意味では、まあ、80、90点ぐらいだと思います。ブラックカード2枚出されると強制終了的なことを聞いてたので、あ、それはなくてよかったなという感じです。ここからは事業戦略の責任者 COO 佐藤ネルソンも参戦。彼もまたグローバル経験が豊富な人材。佐藤ネルソンと申します。僕自身は10年近くアメリカの方に住んでおりまして、テネシー州、音楽の街として知られてるんですけども、そちらの方で、まあ、コンテンツの IP 化っていうのが進んでるってことに気づき、今回アーティックスを世界として挑戦したいなっていうことで参加させていただきました。はい、ディスカッション。これまず綾太郎さんから聞いてもいいですか。そうですね、印象としてはいろいろあるんですけど、まずそもそも、まあ、同じような課題感に対して取り組んできたスタートアップ、コンシューマー向けのサービスって過去、まあ、何社もあったかなと、率直に思ってまして、まあ、なんでそれを本当どう乗り越えていくのか、やっぱりグローバルにチャレンジするってすごい、いいと思うんですけど、まあ、その分やっぱりこうコンシューマー向けのサービスの競争のハードルってもう年々めちゃくちゃ上がっていて、でなんでまあ そこの、まあ、目指すっていうことのトレードオフにおけるその課題感と、まあ、あとやっぱ SNS もめちゃくちゃ難しくなってるんで、まあ、それをこうまずどうやって投稿させるのか、ユーザー獲得していくのか、まあ、そのあたり一番聞きたいなと思いましたね。戦略的な部分では、まあ、一つ僕たちが大事にしているところっていうのが、まあ、コミュニティに入り込むっていうところを一番重視しておりまして、大手ソーシャルメディアさんとかだと例えばインフルエンサーを使って何かをやったりとかっていうところもあると思うんですが、まあ、僕たちはまず若手のつながりを持っているので、そういったアーティストの方々を通してまず僕たちのプラットフォームを使っていただくと、でそれに憧れを持った好きの感性が似ている人たちっていうのが、まあ、そこのアプリを通してコミュニティが広がっていくというようなイメージになっています。詳しい戦略になると、例えば、アメリカとかだと、キャンパスアンバサダーっていうのを今立てる予定でして、コミュニティを通して広げていこうかなというふうに思っています。アーティストの人は何を投稿するんですか。アーティストの方々が、好きな作品ですとか、一つ例で出すと、あ、じゃあ例えば綾太郎さんが、はい、たくさんファンの方お持ちだと思うんですけども、はいはい、じゃあ綾太郎さんの感性ってどこから来てるんだろうっていう時に、綾太郎さんの好きな映画ですとか、あ、本ですとか、ね、音楽っていうところを投稿することで、あ、最近綾太郎さんこんなことハマってるんだなっていうところをアーティクス上で、うん、見れるっていう形になっています。投資家でもあり D2C ブランドを手掛ける中川綾太郎、得意とする領域だけに鋭い指摘が飛ぶ。さらに本田圭佑からも追い打ちをかけるような質問が。これってツイッターとかインスタじゃダメなんですか。 TikTok じゃダメなんですか。それ結構よく言われるんですが、 YouTube でもいいわけですよね。まあ主にユーザー体験面と、あと、まあ構造面での違いがあって、ユーザー体験面でいうと好きの文脈を深掘るっていうところにすごい集中していて、やっぱり好きなものを深掘っていくルートって、自分の好きな作品に出会ったらその作品の作者を調べて、その作者が誰が好きかを調べていったりとか、それを紹介してくれた友達にもっとじゃあどんな作品が好きなのとか感じで文脈を深掘っていって、好きなものを追求していくのが一般的な流れだと思うんですけど、それが既存の SNS はやっぱりコンテンツベースなものが何もないので、そういった深掘ることが難しい、まあ、TikTok とか Twitter とか Instagram では絶対にできないような
体験だと思っているのと、そうですね、先ほどの今中辻が、メンションしたポイントになるんですが、最近のこの重要なポイントなんですけども、SNS と違いっていうのが、まあ、今の既存 SNS っていうのは例えばフォローですとかいいねっていう、まあ、受動的な、データを持っているっていう感じなんですが、まあ、アーティクスっていうのは例えばじゃあ僕が本田さんにこの作品おすすめですよっていうのをおすすめして、本田さんがそれをご覧になってもし購入された場合っていうのは、まあ、本田さんがどんなことに興味を持っているのかっていうのをいいねとかフォローっていうような形ではなくて、まあ、能動性でいういわゆるお金を使うっていうようなところで判断することになっています。で、大手 SNS との今の大きな違いっていうのは、まあ、この、受動的なデータっていうのが、まあ、法律規制とかで厳しくなっているっていう点もありますし、このお金を使うっていうことによって、まあ、セグメンテーションの部分もっと深掘れる。例えば本田さんがどこにお金を使ってどれぐらいの時間を使って、そのお金を使った先にどういう好みがあるのかっていうところまで僕たちは分析できるっていうことで、ユーザーの方にダイレクトに刺さるようなパーソナライズされたコンテンツを提供できるっていうのが僕たちの強みになっています。既存 SNS との差別化という問いにクリティカルな回答ができずじまいな中辻たち。するとすかさず中川からさらなる猛攻が。サービスの使い方としてはまず、アーティストの人が自分が好きな作品を投稿する。アーティストに限らずどなたでも好きな作品を登録したり、はい、それ登録する理由は何なんでしたっけ。まあ、いろいろあるんですが、はい、まあ、一番大きいのは生き残るって生き残らない SNS の一番大きな違いって、 SNS 上でしか出会える人がどれだけいないかっていうのがすごい大きいと思っていて、そういう文脈で言うと、このアプリで出会える例えば自分と全く同じ音楽と映画と漫画が好きな人って世界中探して歩いても一生見つからない。まあそうですよね。だから他の人に出会いたい、他の好きな人のものに出会いたいってことですよね。かその人を通じてもっと、登録すればするほど自分のもっとおすすめ作品が分かるようになるんで、はいはい、なんか、まあ、一般的にこういう SNS のサービスを運営する上で多分デイワンに考えた方がいいと一般的に言われていることとしては、僕がデイワンのユーザーだとするじゃないですか、1人目ですと。で1人目だから誰もいないじゃないですか。なので俺好きなものに出会いたいんだけど俺しかいねえじゃんとっていう、こういわゆるその鶏卵の問題とかって言われるんですけど、まあ、それをどういう構造で、まあ、解決しようとしてるのかっていうのが、まあ、あるかないかっていうのはすごい重要だなと思ってるんですが、なんかそれっていうのは何かありますか。初期ユーザーに対し爪痕をどう残すのか、この最重要課題に対し中辻たちの答えはいかに。マーケティングの部分だと思うんですが、まあ、SNS の本当に一番難しいところってそこだと思っていて、人間ってこのオンライン上で頻繁に会話するようになってまだ10年15年ぐらいなんで、オンライン上で勝手に人が話すような仕組みを作るってことがそもそもめちゃめちゃ難しい。だからこそ僕らはそのオフラインですでにつながっている友達とかコミュニティを一気にオンラインに上げて、もともと仲いいからじゃあこっちで話そうっていう感じで広まっていくと思ってて、で、まあ、僕らのマーケティングとして一番打ち出していくのはイベントマーケティング。イベントってもともと仲いい人たちが来るわけじゃないですか。で僕らのアプリってこれイベントとめちゃめちゃ親和性が良くて、もうその場で出会った人とスマホフルフルってしてもらえれば共通の好きな音楽とか映画ポンって出てくるんで、で実際にもういくつも今アーティスト系の団体さんとか事務所さんとコラボしてイベントやっていきたいねっていう、やっていかせてくださいっていう風になっていて、でそうなると、まあ、イベントに来る人はこのアプリを使ってもらうんで必然的に仲いい人たちがすでにオンラインに上がってくる、かつみんなある程度好きなものを事前に登録してるっていう風な形で、いろいろコミュニケーションが初めから生まれるんじゃないかなっていう。まあ、じゃあ趣味思考が近い方が、まあ、同じ集まっているところで同時にそのさっき言った、まあ、1人目っていうのを同時に集めることでその問題を解決しようとされてるっていう理解で大丈夫ですかね。あ、わかりました。成田さんいかがでしょう。ここでついに成田が沈黙を破る。ちょっと思ったのは、今のその音楽ストリーミングサービスでも自分が聴いたものを友達に公開したりとかプレイリストを作って共有したりって機能としてありますよね。機能として こちらでないとできないことっていうのが何かあるんですか。それとも既存 そのストリーミングサービスとかだと彼らの本丸の機能があって、それにこう追加でついてる刺身のつまみたいなものでしかないから広がりにくい、それをど真ん中に持ってきたのが違うってことなんですか。後者の方もそうでして、まあ、物理的にできない機能で言えば、まあ、そういう系のサービスだとコミュニティサービスではないので会話コミュニケーションは一切取れない。オンラインで人間が会話したくなるような動線を作るってめちゃめちゃ難しいし、だから若者しか作れてないと思うんですけど、っていう意味でやっぱ Spotify さんとかはそのコミュニケーションに特化してないからいろいろできないとか会話が生まれないような制約が大きいんじゃないかなっていうふうに。
あともう一つすみません補足させていただくと、まあ、僕たちの一番の強みっていうのがジャンル横断型っていう、まあ、僕たちは呼び方をしているんですけども、例えばじゃあ Spotify さんを例にさせていただくと、例えば成田さんと僕が音楽の趣味すごい合うってなった場合、その成田さんが何を聞いているのかっていうのは僕は分かるんですけど、成田さんがどんな本を読んでいるかとか、どんな、まあ、映画を見ているかっていう、いわゆる多角的な視点で成田さんの好きを深掘るっていうことが、まあ、できなくなってしまうと思うんですね。なのでその僕たちがコンテンツにすごい重視しているっていうところは、その成田さんっていう人を知るには音楽だけではなくて、もっと他のエンタメから成田さんの好きっていうところをこう多角的に知った方が、自分とのこの共通感っていうところの、細分化につながるんじゃないかっていうのが、まあ、僕たちのアプリの強みかなというふうに思います。それ一番成田さんを知れるみたいな、一番の、さっきの SNS との違いになってしまうかもしれないんですけども、あの今の既存の SNS っていうのは結構外から見られることの情報っていうのが多くて、例えばまあ英語で言う What you do ですとか How you look like っていう、まあいわゆる見た目の話になると思うんですが、 Artix っていうのはいわゆる What you like っていう、まあインターナルな部分の分析になっていて、まあ、今最近 BDR とか 2,3 年前流行りましたけども、まあそういった部分で、まあ、今のジェネレーション Z の人たちっていうのは結局内向的にもっと自分をピュアな部分を出していこうよっていうので、それをじゃあ僕たちは好きなコンテンツを通して多角的にやっていこうよっていうのが、まあコンセプトなのかなというふうに思ってますね。でもコンテンツに関するコミュニケーションに特化した SNS を、例えば Spotify でも Apple Music でもいいんですが、 やらなかったのなんでだと思いますか？やらなかったというか やろうとしてて、結局ソーシャルと一番親和性が高い業界ってこの好き嫌いに関する業界だと思うので、人間って人の好きなもの好きになっちゃうので、すでに大企業さんってコミュニティをたくさん、コミュニティというかユーザーをたくさん持ってしまっているので、ユーザーがたくさん持っているものがいきなりソーシャルを始めちゃうと、なんかそのコミュニティがどういった人が集まって何のためのコミュニティかっていうのが分からない、すごい若い人がおじさんに会ってしまって、いやこういう人とつながりたくないんだろうなみたいなっていう感じで、コミュニティ作りやっぱりもうすごい絞った具体的なコミュニティからじわじわ広げていかなきゃ今まで成功例が一個もないので、そういう部分で難しかったんじゃないかなって分析してます。刻一刻と迫るファイナルジャッジの時、すると中川から意外な質問が。実現できればすごい面白いもの出会えてすごいいいサービスになるなと思うんですけど、このサービス事業がうまくいかない時ってどういう理由でうまくいかないと思いますか？この一番のハードルっていうのは、まあ、先ほどのこの Google さんですとか、まあ、Amazon さんっていうところの一緒なんですけど、まあ、コミュニティ形成っていうのがここは一番の課題になっています。でなぜかっていうと、まあ、これ一見ですね、映画おすすめサイトとか新たに映画を知る、まあ、インデックスとしての使い方っていうことも可能なんですけども、まあ、一番の僕たちの、まあ、やりたいことというか一番のポイントっていうのが、まあ、ここを通してコミュニケーションを取ってもらうっていうところなんですね。で、まあ、今の既存の SNS の大きなことっていうのは、例えばじゃあ本田さんが、カタールに行かれたらその写真を上げるっていうふうに、そこでまあ一応完結してしまうんですけども、アーティックスの強みっていうのは、じゃあ、オフラインでつながります、でオンラインで交流します、でその後にまたオフラインで会えるっていうような、構造を作ろうと思ってまして、そこに対する経済圏ですとかっていうところを生成していきたいなというふうに思っている感じですね。はい、分かりました。ということでファイナルジャッジの時間になりました。ファイナルジャッジ、出資希望はゴールド、興味ありはシルバー、そして興味なしはブラックのカードを挙げる。中辻さん、心の準備よろしいですか？あ、できてます、はい、では参りましょう。カードオープン。綾太郎さん、ブラック、本田さんもブラックを上げている、成田さんはシルバーという結果になりました。厳しい現実に表情が引きつる。そう、もちろん悔しいですし、まあ、やっぱ今まで結構いろんな人に言われてきたようなところをまた言われてしまい、そこに対して真を置くような回答ができないっていうのが結構繰り返したので、早く実際にローンチして社会のデータを取らないといけないなっていうふうに一層思いました。起業家に翼を授ける、ただ批判するだけでは終わらないのがエンジェルス。やっぱり大企業がやって失敗している、なんとどれだけ資金を投入してでもやり続けなかった理由、
っていうのはちゃんと明確にもう少し多分分析している以上の多分今こうだと思っている以上の何かがあるんじゃないかっていう気がしていて、そこまで本当にやり続ける意味が、資金を投入し続ける意味がないのか、そもそも資金を投入したら多分ユーザーを増やせるんですけど、多分どっかでマネタイズできなくなるっていうのを多分もう分かってて最初からやってない気がしていて、僕はね求められるサービスにまあ、ならない気がしてるというのが僕のまあ見解。仮に僕の判断が間違っていたとしても、多分さっき言ったようによっぽどの資金が必要で、強行突破できるプランが、まあ、ここではちょっと聞けなかったのが、まあ、僕がブラックを入れた理由で、少なくともこの先どうなるかわからない、マネタイズできるかわからない、でもこの立ち上がり SNS 失敗、いろんなところが失敗している、強行突破は僕らはしますよっていう答えを聞けてたら、僕はシルバーを出していたし、もっと話を聞きたかった。その先はやってみないと分かんないですよね、本田さんと。でもユーザー100万人200万人獲得するとこまではもう鬼のように金を使って攻めますよと、資金調達もしてみたいなところまでやったら、まあまあ潰れるかもしれへんけど一枚の、まあ、乗っかってみようかっていうのはあったかもしれないです。そこさえ聞けなかったんで、鶏卵さえも解決できないのかな。でさらにそもそもマネタイズ、ユーザー獲得してもこのモデルってビジネスになるんやったっけっていう両方がちょっと納得いかなかったですね。はい、ありがとうございます。綾太郎さん、はい、いろんな質問もありましたけど、結果的にはブラックになりました、はい。まあ、シルバーと結構悩んだんですけど、まあ僕の中でちょっと決めてるあのことが大体あって、でやっぱローンチ前のコンシューマー向けのサービスってやっぱりすごいこう何て言うんですか、何が正しいかって分かんないんで、とりあえず出して小さく改善してとかってやっていくことがすごい必要だと思ってますと。でそこをまあシードのインベスターとして応援させてもらう場合は、やっぱりプロダクトが出てなくてっていうところを考えると、自分の中で設けてるバーのバリエーションとかに比べるとアグレッシブなバリエーションで、でただそれって起業家の選択肢としては最終的にリターン絶対みんなうまくいくと思って、やるんで、別にその何ていうんですか、何が高いとか安いとかないと思うんですよ。ただ自分の中で、まあ、持ってる、まあ、プロダクトローンチ前の、サービスの感覚としては、まあ、基準にはまあ、外れてたっていう、ターゲットゾーンから外れたっていうのが、まあ、すごい率直なところで、でただやっぱ僕このテーマすごい好きで、でやっぱその特にコンテンツ非効率な分配ってすごいやっぱあると思うんですよね、コンテンツ産業において、まあ、なので、まあ、今多分手前からそのユーザーとのコンテンツのディストリビューションから入ってると思うんですけど、まあ、そのサービス出す中で根源的な問題とかにいろいろこうアプローチできるところも出てくると思うんで、まあ、そういう部分によりこう入っていけるとすごい面白そうで大きくなりそうだなと思いました。なんで限りなくシルバーっていう感じで言っといてください、はい、ありがとうございます。成田さん伺っていいですか。なんかそのおっしゃってた懸念はその通りだなとビジネスの素人として思っていたんです。ただなんか一方で面白いなと思ったのは、すごいエモい言葉遣いをされてて、なんか分配革命でしたっけ21世紀のルネッサンスとか、なんかそういうどでかいコンセプトから始める人ってのはあんまりいないので、なんかコンテンツメディアとかコンテンツ産業みたいなものがものすごく大きな変革期にあるっていうのは間違いないんだと思うんですよ。でなんかその先にあるなんか21世紀のコンテンツ産業のモデルがどういうものになるかっていうのはまだなんか誰も分かってなくて手探り状態っていうのが今なんだと思うんですよね。だからなんかその大きな問題意識自体はすごく重要で面白いんじゃないかなと思ったという意味でシルバーでした。でただ僕はちょっと現状認識が少し違ってて、最初ランキングとかみんなにとって最初購買数的に気に入られてるものみたいに引っ張られるみたいなお話あったじゃないですか。それ本当なのかなと思っていて、全般的なその大きなトレンドとしてはそのランキング的なものとか平均的に何が好まれてるかみたいなものの力がどん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 弱まってるっていうことの方がむしろ大きい問題なんじゃないかと思うんですよ。で音楽なんかでも、まあ、もはやそのなんかみんなが聴いてるミュージシャンとか誰もが知ってる曲とかもう一曲もなくなっちゃったような状態じゃないですか、はい、でなので その中でどうやってその音楽産業なりコンテンツ産業っていうものをビジネスとして成立させていくのかっていうことの方が大きな問題のような気がしたんですね。最適分配されれば市場規模は
上がらないですか、音楽業界全体の適切なアーティスト、適切なファンが出会えるようになるんで。僕の現状意識はちょっと違ってて、 それと連動して起きてるもう一つの問題は、その誰でもクリエイターになれる、誰でもミュージシャンになれるみたいな問題だと思うんですよ。なのでガンガン参入してくれるようになった、でそれによってかつてみたいにその大企業とかレコード会社とか事務所とかの座組でスターが作り出されるっていうよりは、民衆の声でランダムにスターが生まれるみたいな状態になったと思うんですよ。でそれはある意味でそのコンテンツ産業の民主化だと思うんですよね。ただその結果として誰でも参入できてみんなが憧れるような業界って、まあレッドオーシャンになるしか構造的にないじゃないですか。でそれによってほとんどのクリエイターとかほとんどのアーティストはもう生活することさえできなくなってるみたいなのが現状の問題なんだと思うんですよね。なのでその問題をどう解決して、そのコンテンツを持続的に作り出せるようなビジネスモデルとかエコシステムを作っていくかっていうことの方が大事なのかなっていうふうな現状にしか僕は思って、これはなんかいわゆるコンテンツ産業だけじゃなくて、そのメディア産業みたいなのも全般もそうだと思っていて、なんかピボットみたいなメディアもそれと似たようなものを作ろうと思えば簡単にできちゃうような時代じゃないですか。でその時にこうバババッとメディアが乱立してしまうっていう時に、どうやってそのメディアがいいコンテンツをこうやってドカンと資源を投資して作り続けられる環境が持続可能なのかみたいな問題の方に僕は興味があるっていう感じですね。これからの成長期待しています。はい、中辻さん、ネルソンさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当にすごいごもっともだなと思うことをいろいろ質問いただいて、まあ、例えば初めのニワトリの卵問題をどう解消するのかみたいな、特に僕らローンチ前の SNS とかってもう仮説だらけなんで、仮説でしか言えない、抽象的なことしか言えないんですけど、その中でもどれだけそうっぽいって感じてもらえるような仮説を言えるのかっていう、まあ、今までいろいろ工夫してきたんですけど、どれぐらい響いたのかなっていう部分では、ちょっとまた新しい一個のフィードバックをもらえたっていう意味で勉強になりました。僕音楽とかしてきて、周りにも結構アーティストさんとかがいて、彼らはもう なんか自分の好きなことが見つかって、やってる瞬間にもなんか人生の半端ない生きがいを感じれてることが見つかってるから、もうそれをやってほしいじゃないですか。好きなことでしっかりと生きていけるようなものを責任持って作らなきゃいけないなと思ってますし、まあ、すんごい相性が今の社会だと良くない領域なんで、アートと経済を、それは折れずにしっかり頑張り続けていきたいし、まあこのですね、ムーブメントにちょっといろいろ協力してくれるみたいな方々がいれば、ぜひ一緒にやっていきたいなと思っております。次回のエンジェルスは、16歳で東大合格、韓国が生んだ天才がエンジェルス来襲。カリスと共同代表カリス、本田圭佑、成田悠輔相手にいきなり挑発。だがこの男、ただのビッグマウスではない。韓国で生まれ育ち、16歳で東大に飛び級で合格。本田さんはいかがでしょうか。ゴールですね。ゴールだ。本田さんだけめちゃガバガバじゃないですか。ファーストジャッジでもうゴールド出てて、やっぱ本田さん落としに行くのが一番楽じゃないですかね。不遜にも見える余裕の笑み、それもそのはず、国内外の研究機関において医療 AI 研究の第一人者として名を馳せるほか、専属シェフやカリスだ、今日は日本人英語超短期間でペラペラにする方法を伝授しようと思う。自身の YouTube で発信する型破りな勉強法が、あの林修に認められるなど最注目起業家の一人。ピボットしなければ日本の医療現場に未来はありません。我々はイオガゾデータプラットフォームを通して世界の人命を救いつつ、日本の経済も救います。あとビジネスそのものの中身がもうちょっと知りたくて、9割の自分は天才とか自分はすげえってやつは大体ホラ吹きなんで。そしてこれ前代未聞です。ファーストジャッジなし。はい、この後どうなるのか、やっぱり個人的に見てみたい。バッと衝撃を受けたんですが、質問正直 100% 想定ないでしたね。日本をピボットするために韓国からやってきた黒船、我々が目撃するのは新たな時代の幕開けか。リアル投資ドキュメンタリーエンジェルス、本田圭佑さんと起業家の皆さんとの真剣勝負をぜひお楽しみに。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。